どうもプロダンです。筋肉食堂へようこそ。ということで今日はですね、背中を、鍛えてきまして、もう見ればわかるんですけど、これリストバンドつけて、リストバンドっていうかリストラップつけてやってるので、もう高重量は使ってもうね跡がついてるぐらい結構今日追い込んで、もう背中がもうボロボロです。ということで今日は筋トレ後ということで、今日は初めてのお肉、じゃーん、豚肉、これ1キロです。 1125g ありますね。はい、これを今日は僕の大好きな生姜焼きにして生姜焼き初めて作るんですけど、さっき3分間クッキングで勉強してきたので、まあ3分間クッキングじゃないですけどね、だいたい7分間クッキングぐらいなんですけど、あるあるで、で今日はそのための調味料もね、いろいろ買ってきまして、結構ねポイントになるところがあるので、ちょっと交互期待です。ということでクッキングスタート。はい、まずはですね、安定の、またベンチプレス台で料理するんですけど、まずは醤油を大さじ2杯って書いてたので、まあこれぐらいね。でみりんもね、大さじ2杯ぐらい、これみりんのよ、意味が分かんないんだけど、とりあえずね入れたいと思います。もうちょっとね、はい、 OK。 そしてなんか3分間クッキングでお酒必要って言ってたんで、何のお酒がいいか分かんないんで、まあ家にあるこの焼酎をね入れたいと思います。何のお酒使えばいいかちょっと分かんないんで、よし、これぐらいでよ。まあ生姜焼きとなるので、このポイントがね、生姜買ってきました。初めて生姜買いましたね。なんか俺の、あれに似てますけど、筋肉料理なんでね、肘固定してなるべくこの上腕二頭筋の担当意識して吸っていきますね。よいしょー、結構運動で疲れたんで、豚肉はねビタミン B 群が多いんで疲労回復には、ね、最高ですから。はい、でここでポイントとなるのが、ここで砂糖入れるらしいんですけど、こちら蜂蜜をね使うとすごいいいんだって。蜂蜜ってそのお肉を柔らかくするんだってね。だから本当は砂糖って言われ、なんだよ開いてんじゃん。じゃーん、これやばくない？この肉でかすぎるよな、これマジで。これを、うわ油がすごいな、つけていくんすけど、こうやってね浸していきます。あら美味しそう、本当に。はい、でごま油で、ごま油しかないんで、火をね結構強火でいきたいと思います。でこれ5分ぐらいつけたので、5分つけたら入れていきますね。よっしゃ、入れるぞ、いきます。うわー、いいっすね、これ見てください、これ過去最高にうまそうな匂いがする。じゃーんということで、できました。やばい、この量やばいよな、マジで。豚の生姜焼き 1.2kg を使ってですね、作りました。持って、いただきます。うめえ、うまい。こんなんすよ、豚肉のステーキも夢でしょ。うまいっす、マジで。生姜焼きってやっぱこれぐらい分厚い方がいいね。豚の声が聞こえる。そして僕の大好きな
ロサンゼルスコーラ。うわーブー太郎、うん、これはねもうブー太郎の気持ちがわかるね。もうこんだけ豚食ってたらなんとかだブーって言いたくなっちゃうもん。まあ、絶対言わないですけどねそんなことリアルでは。ではいただきます。これ湿ったご飯、うまいブー。すげえプリプリして飽きが来ない本当に。しかも超温まる生姜焼き、これ冬におすすめっすね。じゃあもう最後近づいてね、もうご飯の上にこれ垂らしながらそれいただきたいと思います。はい、続いて次の豚さんがね登場しました。これもでかいっす。これ塩コショウだけで味付けしたんで、結構なんか普段どんなご飯食べてるんですかって言われて、黒飯ばっか食ってるんですかみたいな、こういうね肉の巨大とかさ、あの牛肉のステーキとか全然違くて、僕結構ケチ臭いんで毎日納豆2パックと卵2個っすね生卵2個と、ほんとそれ同じメニューです。そればっか食ってます。でプロ飯の時だけこうやってちょっと豪快に食うみたいな感じなんで、いつもはね食事制限すごいしてますね。普段からそんな食って太んないねとか言われるんですけど、全然そんなことなくて、だからこうやって撮影する前、昨日とかもちょっと食事制限して体重をちょっと減らして今日に挑んだりとかで、明日もねちょっと有酸素運動多くしたりとかって、まあ体重見ながらなんですけどやってますね。いただきます。うん、まだから最近なんか本当に筋肉に対しての意識が強くなりすぎちゃって、なんかよく味を求めるじゃないですか、これ美味しい、美味しく食べたいなとか、もうそういうの感情が昔はすごい 1位だったんですけど、今はもう二の次で、筋肉によければもう味なんてどうでもいいやみたいな、そんな感じなんですよね。だから僕今彼女とかいないんですけど、もし彼女ができてデートとかした時にお昼ご飯食うじゃないですか、多分ね喧嘩になって別れるねそこで多分なんか彼女とかがスイパラ行こうって言ったら多分ジンマシン出ちゃうもん、びっくりしすぎて嘘だらじゃって。多分とりあえず鳥貴族、せめて鳥貴族行こうよみたいな感じっすね、気持ち的に。そういうね理解ある女性とやっぱ付き合いたい。いただきます。じゃあまあ、ちょっと今度からねプロ飯食うときいつも食ってなんか食うところばっかなんで、ちょっとね僕の過去話もね入れながらちょっとやっていこうかなと思うんですけど、前みたいにで一番なんか僕が付き合ってて、まあ付き合った話ばっかりあれなんですけど、一番惹かれたのが、まあ惹かれたってこれこの話を友達にしたときに惹かれたのが、彼女とそのなんか記念日だったのかわかんないですけど、もう忘れちゃったんで、なんかディズニーランド行くって約束してたんですね。で俺も結構楽しみで、やっぱディズニーランドってなんかリア充の巣窟じゃん、で俺も味わいたいなと思って当時楽しみしたんだけど、その時たまたま、もうその時は筋トレすごい好きで、大学生時代から4日間ぐらい筋トレできなかったのよ。でほんとその日したいと思って、ディズニーランドの当日めっちゃしたいめっちゃしたいと思って、で昼3時ぐらいからかな、なんか3時から行くやつあるじゃん、であれから3時から行く予定だったんだけど、もうその大学が終わって1時だったのよ。うわめっちゃ行きたいと思って、なんか衝動に駆られて胸トレ行っちゃったもん授業が終わらないっつって胸トレ行きましたね。うん、それが一番惹かれた。彼女のディズニーよりも大胸筋トレーニングすることは大事だと思っちゃって、でも終わった後にやっぱ来てよかったなって思うんだよね本当にトレーニング、
うまだって胸トレはその日に必要だったけど、ディズニーってその日に必要じゃないじゃないですか。うまで、やっぱりなんか女性は料理できた方が男の胃袋をつかみやすいっていうけど、まあそれもあるけど、やっぱ食の好みというかさ、そういう理解がある人だったらすげえいいっすよね。それ以上になんか毎日サラダチキン食っててもうやだって言うんじゃなくて、あ、なんかそうやって筋肉のためになんか食ってんだなっていうかさ、そういう理解があるやっぱ女性がいいなって最近思いましたね。皆さんどうですか、食に関しては意識高いのかな。うん、うん、まっ、3匹目でございますでもね、うまい本当に。はい、ということで、すいません、また残しちゃいました。これ一匹、やべ、これ一匹だけね、ちょっと残っちゃいました。さっきのやつは食ったんですけど、やっぱ 1.2 キロは結構きついな。はい、まあ約800、900グラムぐらい食ったのかな。まあご飯も終わったんでですけど、まあ今日もね、ほんと、まあ、ほんと今日美味しかった、めちゃめちゃ。まあいつも美味しいんですけど、まあ、豚肉美味しいですね、めちゃめちゃ。ということで、たまには皆さんも夕食豚の生姜焼き、まああれぐらい厚くして作ってみてはいかがでしょうか。ということで、まあこれからもね、ちょっとあのプロ飯まあただ食ってだけだとあれなんで、僕の過去話とか、まあ最近あったまあネタの話なんかも織り交ぜながら、ちょっと進化していこうかなと思いますので、それもしよければね、コメントでまあそんな話してくださいっていうのがあれば書いていただければと思います。ということで、皆さんもいい食事を。ということで、ありがとうございました。バイバイ。